はい。かっこいいですよね、これね。ね。ちょっと激渋なんで、いろいろ紹介していきたいなと思います。はい。はい、ノーマルじゃないんですよ。ね、さすがに。シルクブレイズっていうところのエアロが、ね。シルクブレイズ。下の部分。あ、下ですか。うん。このクラウン素敵やところ。なんかこれ2パターンあるんですか。これは RS って書いてますけど、これは RS アドバンスのやつですね。グレード的には一番上の高いやつです、ね。えーはい、そうです。まあ前回りはそれぐらいですかね。はい。じゃあホイール、ホイール、ホイールもなんかかっこいいの入ってましたね、はい。ホイールはもう国産車ではもう当たり前のようにしてる、ワーク、ワーク20インチですね。20インチ、はい。と車高が低いでしょ。低いですね。これダウンサスで多分ここまで下がらへんから20インチ入れて、はい、と思って調べたら車高調でした。車高調、はい。見えへんよな多分、うん。これ赤の、はいはいはい、これ赤、赤のね。これ調整式ついてるでしょ。はいはい、これ車高調ですね。なるほど。メーカー RSR、 RSR、 はい、まあ、国産車の定番の車高調。うん、皆さん手様入ったさますね。はい、15ミリ入ってます。はい。いいっすね。いいっすねこれ。ここもついてるんですか？これは違うんですか？それちゃうっすね。多分これだけ出張ですか？あ、そこですか。はい、デュラックス書いてますね。かっこいいなこれ。これもなんかかっこいいな。そう、これはなかなか調べて出てくる。グラージオっていうメーカーのやるらしいですね。グラージオ。はい。あ、一つ一つ部品はまたちゃうんすね。そうですね。でホイールが、あ、ホイールじゃん、マフラーがガナドールっていうところもある。ガナドール、はい、車検対応マフラーですね。なるほど、はい、調べてるところ。なのでちょっと音をこのまま鳴らします。はい。ちょっと爆音、ちょっとね、中行きましょう。なんかすごいもんつけました、ね、中行きますか。なかなかあれですね、新鮮ですね。新鮮、めちゃめちゃ、ね、ほんまに国産のデジタルインナミラーでしょ。はい、こんなところにスピーカーついてます。ほんまや。そっちについて、暑いな今日。あ、もうここも電子パッドというか、そういう感じですね。これですよ、これ。なんていうの、ヘリックス。これですよ、これ。これなんですか？これはスピーカーの。スピーカー、はい。なるほど。これはこう BM みたいな感じですね。あ、そうそうそう。ね、でもこれとこれ連動するの。え？連動？うん、お前、後ろ画面。なんなんでしょうか。こっちでは触れない。わかる？おお。で、このクラウンドとかね、この自動、ね、自動のエアコン。自動？お、動いてる。あ、ほんまや。すごい。ほんまや。自動で動いてます。え、ほんならこっちにナビ、こっちにテレビみたいなことはできるんですか？そういうことじゃない。リュウマさん。ベンツ屋にそれが分かると思ってます。あ、まあでも、いや、これから売っていく上で売るわけじゃないですか。そうですよね、販売していくんですけど、今手探りです。ごめんなさい、今初めて触ってます。なんかいろいろついてますよ、見ます。あそこいいっすね、なんかクラッシュセーフティー、クリアランスソナー、ブラインドスポットモニターですね。ここはパネルとかはあれですか？これがね、よく分からないんですけど、カーボン調になってますね。そうっすね、これは上から貼ってるもんだよな。これは貼ってますね、多分ハンドルもね、うん、これは貼ってる、多分後で。うん、こことここは純正だと思います。まあ、これですね。まあ、そうっすね、色がね、一緒っすもんね。で、詳しいポジション、はい、
で、クラウンの情報をちょっと言うと、はい、これが30年式、30年式平成ね、はい、2018年、はい、で42,000キロ、42,000キロで、長さが4,910で、幅が1,800、はい、で、高さが1,455、はい、ちょっと車高所入れてるのが変わってるかもしれないですけど、で、新車で560万ぐらい、560万、うん、何も入れず、で、直4ターボですね、直4ターボ、はい、のハイブリッド。ほんならどうですかね、 C ぐらいですか、サイズ感は。サイズ感は いちゃいますね、いい、うん、まあ、直4ターボも一緒やしね、まあ、向こうはディーゼルがあれやけど直4ターボですし、このメーター周りはすごい、うん、おしゃれというか、おしゃれですね、うん、かっこいい。でエアコンも分かりやすくて、これ結局シートヒートベンチレーターがついてて、なるほど、こっちでクーラーをこう上げれるわけですよ。あ、来てますね、風来てます。こっちはヒーターやし、なるほどな。でこれが青になってると、ここも青になると、直感的に、直感、直感的にあんまブラじゃなくてブラじゃなくてで、ステアリングヒーターもついてる、うん、っていう状態ですね。このクラウンって何か知らんけど、ここにね、トランク開けるボタンあるんですよ。なんでここなんっていつも思うんですよね。いや、 やっぱこうあるじゃないですか、あ、一個よし、間違って押さえへんのかなと。ああ、確かにそうそう、開けてもうたみたいな。で、これあのソフトの最後のイージークローズはついてるけど、あのパワートランクはついてないから、はいはいはい、開けたら降りて押さなきゃいちいち、うん、それちょっと不便ですね。そうそうそう。で、パワーシートもここについてるし、まず状態綺麗なんですよ、これ綺麗ですね、これね、42,000キロには思えない、めちゃくちゃいいと思うんです。で、サンルーフ、サンルーフもちろん。あ、これはあのパノラミックと一緒ですね。これはただのサンルーフですね。あ、サンルーフ。パノラミックじゃないですよ。パノラミックは何ですか。あの屋根の上にこう出ていくでしょ。これは内にしまわれてるの分かります、屋根の。あ、なるほど、はい、そういう違いですね。パノラミックはこう上にこう乗っかる感じで開くでしょ。なるほど、さすが。一応車やらしくなってます。車やらしくなって、車やらしくなってます。あ、これでもあれもチルトも、なってますか言うなよ。これでできるんですね。そう、だからオープンとベンツは一緒でしょ、ここで1個で。はい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 。え、何、お、タッチやん、すごいあ、そうか、だからない、ドア開けた時と、なるほど、しかないから。そうで、ベンツは1個やけど、これはチルト用とオープンクローズ用と分かるんです。あ、便利ですね。で、燃費も一応 12.4、 ハイブリッドですよね。そう、ハイブリッド。ここも開くんですね。中央も開きますね。こんな感じですね。あ、いいな、あ、コンセントついてる。あ、ほんまや、コンセントあり。あ、で、そこもちょっと小物入れる予定ですね。なんですね。あと若干こう後部座席の座り感だけ。あ、ここ流れるんですよ。流れてる。これちょっとあのあれですかね、メルセデス感ありますね。かっこいいな、これ。かっこいい、流れるように少し、流れ方にこれだけあるでしょ。うん、おしゃれ、はい、で十分、十分で、トヨタここにボタンがあるんですよ。え、ボタン、ボタンがあるんですよ。お前も行けとかっていうのができるんですよ、こうやって。これはちょっと背もたれ投げろやっていうのができるんで、いたずら好きにはたまらないですね。ここなんかちょっとなんていうんですかね、わざとこうくぼませてるというか、そうそう、座りやすいですね、座り心地良さそうな感じですね、良い、はい、後ろもこれ倒すだけでめっちゃ楽でしょ。うん、いいっすね。初めてクラウンの RS を僕らまあ、下取りさせてもらって店頭に並べるんですけど、すぐ売れるのかなって僕は正直思ってます。はい、まあ、ここまでカスタムされてるんで、ちょっと紹介してみたシリーズで、はい、エコモなので、まあ、一応調べた結果そういうカスタムされてます、はい、でバシッとこう決まってるし、で中も見てもらった通りめっちゃいいと思う、うん、めっちゃいい。なのであとはお値段はまたあの
そう、在庫一覧から在庫一覧から見てもらうか、あの剣道さんの YouTube を見てもらう。そうですね、はい、それでお値段上がります。まあ今回はトヨタクラウン RS アドバンス入ってきたので紹介してみました。でカスタム多数なので在庫車までまたお問い合わせいただければなと思います。ということでクラウンの紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。